こんにちは、ボイスロイドのゆずきゆかりです。こんにちは。 X にてこんな投稿が流行しました。普段 YouTube 何見てるん？これに対して人に言っても恥ずかしくなく、かつ話が盛り上がるベストアンサーの YouTuber を知りたい。トップバリアルミホイルは電磁波対策に効かないという教養がありつつ、とっておきのゆず傷を見られるコミカルなチャンネルがどこかにあるらしい。そういうチャンネルなら人の前で言っても恥ずかしくないんやろな。ちら、今後も皆様に楽しんでいただけるよう、教養とコミカルにあふれたチャンネルを運営します、キズナあかりです。それでは本日のニュースはこちら。話し法、ポケモン牙を剥く。人を舐めて使うとこうなる。佐々木、覚えてろ。殺害された組長の妻が法廷で絶叫、秋葉原刺殺事件で懲役7年の判決、という記事が話題です。2022年に東京秋葉原にて暴力団組長が刺し殺された事件。今月7日、殺人罪に問われている被告に7年の懲役刑が言い渡されました。クズは滅べ。確かにクズは滅ぶべきですね。被告と転がされた被害者の組長は顔なじみの間柄だったようです。二人は2014年頃、たまたま居合わせた居酒屋にて意気投合、友人関係になり交流することに。たまたま居合わせた居酒屋にて意気投合。この分、ちょっとあっち系の要素感じるよな。2017年に被告は暴力事件を起こし逮捕されます。暴力団組長は拘置所に本などの差し入れをしてくれていたようですね。友情じゃん。逮捕されてからも被告に会いに来てくれるっていうのは紛れもなく友情だよ。ね、ゆかりさん。いい加減私を身元引き受け人として留置所まで呼ぶのやめてもらえますか。しかし保釈後、暴力団組長の態度が一変。ガールズバーなどのコンサル業を営んでいた被告の店に現れ、みかじめ料を支払うよう要求したのです。さらに組長は被告の実家の住所をつかむと、両親と妻子に危害を加えると脅すよう。俺も本当はこんな方法は好まないんだ。だけどこの業界、けじめってもんが必要なんだよ。被告の実家に押し入った組長に、彼女はうつむきつつも、ゆっくりと首を縦に振る。カチャカチャ、ベルトを外す音、よし、それじゃ早速取り立てするか。夫以外との経験がない雅子。恐怖で足が震えているが、子供に暴力は振るわないという言葉を信じカーディガンを脱ぐ。せめてもの抵抗だ、涙は見せない。子供の不始末は親の責任だからな。こういう展開だろ？違うよ。雅子って被告のお母さんなんだ。叙述トリック使うな。暴力団組長は周囲に被告のことを、こいつは俺のポケモン、命令すれば何でもやると、不意調子連れ回っていた模様。最近のポケモンは人間も捕まえられて強制労働させることができるみたいだからな。もしかして、パルワールド。被告は金を払えなくなると、母から2400万、妻から1100万を借金、総額約1億2000万を暴力団組長に渡しました。雅子かわいそう。雅子って誰だよ。そしてその顛末として、秋葉原にて被告が暴力団組長を刺し殺してしまったのです。被告は犯行を認めており、裁判で焦点となったのは、被告と暴力団組長との関係性。そんなの最初から分かりきってることじゃん。人間とポケモンでしょ。暴力団の妻は、被告は夫の一番の親友でしたと証言していたのです。被告は暴力団組長からポケモンにされていた。暴力団組長の妻は、被告と旦那は親友だったと主張しているわけね。そう、つまり被告がポケモンなら情状酌量の余地あり、親友ならより重い刑が課されるわけです。ほん、それで裁判の結果はどうなったの？逆転裁判で教えて。you
続きまして、ボイスロイドモッド、どうでもいいニュースです。驚報、息子ピンクのランドセルが欲しい。これは難しすぎる問題。イーロンマスクのおもちゃに手とある投稿が話題です。男の子でランドセルがピンク色希望、現在小学生になってもピンクのランドセル背負ってます。てママさんいますか？いらしたらお話聞きたいです。あとピンク希望だったけど折衷案でこれになりましたって話もあれば。どうやら息子さんがランドセルの色はピンクがいいと言っているようですね。ランドセル工業会によれば、2023年のランドセルカラーランキング1位はやっぱり黒。しかしパーセンテージで見ると4割強の生徒がそれ以外の色となっています。一昔前までは男の子は黒、女の子は赤が定番というか暗黙のルールのようになっていましたが、今ではそんな気配全くありませんね。ちなみに女の子の方はもっと多様化しており、一番人気の紫でさえも全体の3割、次いでピンク、水色、赤と続きます。昭和では定番だった赤が4位にまでランクダウンしたというのはちょっと驚きです。缶は9台、6年間使用するランドセル、果たして男の子はピンクのランドセルを選ぶべきなのでしょうか。X 民の反応は、本当迷いますよね。息子もピンク好きでピンクのランドセルにしました。親としてもとても悩みました。学校で初めは珍しがられたりしましたが、今は特に突っ込まれたりすることもないです。その子の親ではないですが、仕事で小学生と関わってます。ピンクのランドセルの男の子いますよ。ただめちゃめちゃおしゃれな服をいつも着てるだけのおしゃボーイです。黒のランドセルの女の子もいます。大きくなって色が嫌だと言ったら、ランドセルカバーで色チェンジはいかがでしょうか。女の子でも黒や青のランドセルの子もいますし。当チャンネルでもアンケートを取ってみました。ピンクを買ってあげる、もしくは他の色を勧めるか。結果はこちら。他の色を勧める派が優勢ですが、ピンク派も検討していますね。当時シルバーのランドセルが欲しかったけど、反強制的に青のランドセルを選んだ親には感謝してる。青いランドセル選んだら他の人ほぼ黒赤だったけど、だからといって何があることもなく、ピンクでも好きな色買ってあげてほしい。いじめの原因になりうるものは積極的に排除したいので他の色進めるかな。パパがピンクの車に乗ってたらどう思う？って聞いて、覚悟のほどを確認する。これ実際ありました。うちの母校で黒いランドセル嫌だった男子が赤いの背負って通学してた。でも数年後は黒になってたから目が覚めたか。今はカラフルなのも売ってるから、どれか選ぶ権利だけは子供にあげていいのでは。等の意見がありました。皆さんはどう思いますか？よければコメントくださいね。定期。それではあかりさん一言どうぞ。最近のこのランドセルカラーフォントバリエーションに飛んでるよな。よく小学校前であかりん恐怖教室で逮捕されてるからわかるわ。それでは最後に謎かけを。ランドセルとかけまして、僕が先に好きだったのにと解きます。その心は？どちらも片思い。ご視聴ありがとうございました。